積極的に生きるとき、思いもよらなかった力が発揮される。人間にはもともと巨大な力が備わっているからだ。積極を極めると、この力がムクムクと湧き上がってくる。どんなに挫折を味わい、失敗を繰り返そうと。いいことがある。ますます良くなる。きっと良くなる。必ず良くなる。と念じ続けて、信念を強固にし、プラスの癖をつけることです。このプラスの癖が、成功と幸せを獲得させます。そもそも人の境遇は、人それ自身がこれを作るのだから、日々の自己の人生はまた、自分自身の作るところに従う。それゆえに、今日一日、どんな場合にも、まず人生の一切を祝福し、その栄光と吉祥に感謝する心持ちを確実に持たなければなりません。人生や仕事でどんなに困難な状況にあっても、心の力が勝っているときは勝利します。決して疫病神は取り付きません。それどころか、運命がおのずと開け、自分に奇跡が起こるのです。中村天風。我々の心の状態が、その心と共鳴するものを引き寄せる。すなわち、ポジティブな想念を持つと、ポジティブな出来事や、良い出会いを引き寄せ、良い運気を引き寄せる。無意識の世界に、自分ならできる。自分は価値ある人間だ。といった自己肯定感や自己尊重意識があると、そのポジティブな想念が人生において幸運と見える出来事を引き寄せ、良い運気を引き寄せていく。田坂博士。何を思うかで人生は全然変わってくる。いつもつまらないことを考えていると、世の中つまらないな、というようなことが起きる。逆に楽しい人生の人はいつも楽しいことを考えている。不幸な人は全力を挙げて不幸な考えをしているのだ。成功者は実に成功者らしい考えをしている。成功者は欲望を燃やしながらたったと行動する。そしてやりながらある日、ポンとアイデアが出る。そうすると、思いついたアイデアをやって、思い通りにいかないことも当然ある。だけど、うまくいかないことがあったときは、このやり方では成功しないことが分かってよかった。ついてるな。次は他の方法を試してみよう、と考えるんだ。そうすると、必ず成功する答えが見つかる。そういう風になっている。だからアイデアが出たら、とっととそれが正しいかどうか試すんだ。この星は行動の星。思って行動しないとダメなんだ。斉藤一人。人生には、ある偉大な法則があります。それは、あなたの人生は、あなたの思い描いた通りになる、という法則です。潜在意識に明確な目的がインプットされると、本人の知らないところで潜在意識は働き出します。潜在意識は豊かな土壌のようなものです。種をまけば必ず収穫をもたらします。この時の太陽や水や肥料は、あなたの心の状態です。潜在能力を引き出す時に、絶対に忘れてはならないこと、それは、切に望むことは必ず実現するということです。ジョセフ・マーフィー。自分の適性に生きて、喜びを持って今日の日の仕事に徹する。それが勇気ある人だと私は思うのです。一つのことでも、こんな仕事は、という閉ざされた考え方もあれば、こんな仕事をすることができると考える開かれた心もある。
前者は運命に潰され、後者は運命に従って運命に優遇される人なのです。あなたはどこまでも後者でなければなりません。断じて行えば、鬼神でもこれを避けるという。困難を困難とせず、思いを新たに決意を固く歩めば、困難がかえって飛躍の土台石となるのである。要は考え方である。決意である。困っても困らないことである。松下幸之助。あなたの人生はあなたの考え方次第で決まる。人生の成功につながる考え方ができるようになれば、あなたの言動のすべてにこれまで考えられなかったほどの素晴らしい変化が生まれる。つまり、どれだけ充実した人生にできるかは、すべてあなた次第なのだ。自分がなりたい人物になるためには、毎日実践するべき具体的な習慣や行動を選ばなくてはならない。明確な意思、計画性、資料深さ、研究熱心さ、勤労、決断力、忍耐といった習慣だろう。中でも成功するために一番重要なのは自制心ではないだろうか。毎日毎時間自制心を鍛えなければならない。正しいこと、必要なこと、大切なことをするよう自分に命令を出さなければならない。ブライアン・トレイシー。この宇宙には、すべての生きとし生けるものを良き方向に生かそうとする宇宙の意志が流れている。その良き方向に心を向けて、ただひたむきに努力を重ねていけば、必ず素晴らしい未来へと導かれるようになっている。心が呼ばないものが自分に近づいてくることはなく、現在の自分に起こっていることすべての現象は、自分の心の反映でしかない。怒り、恨み、嫉妬心、猜疑心など否定的で暗いものを心に描くのではなく、常に夢を持ち明るく綺麗なものを心に描かなければならない。そうすることで実際の人生も素晴らしいものになる。稲盛和夫。最後まで見てくださりありがとうございました。感想をコメント欄でお願いします。今回は運を味方につける言葉ということで動画にしてみました。天が勝手に導くようなことだけではなく、成功していくのに大切だと思った教えも取り上げてみました。今回は以上になります。それでは次の動画まで。さようなら。